パウロ・アレシャンドレ・ロドリゲス・フォンセカは、ポルトガル領東アフリカローレンソ・マルケス出身の、ポルトガル人元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF、ポルトガル系モザンビーク人である。ポルトガル植民地時代のモザンビークで生まれ、14歳の時に、家族でポルトガルのリスボン近郊のバレイロという町に移住した。1991年に、 ポルトガルの FC バレイレンセでプロサッカー選手としてのキャリアをスタートさせた。その後、FC ポルトに移籍し、ポルトでは出場機会はなかったが、レンタルで加入したや、その後移籍したクラブで100試合以上に出場した。2005年に CF エストレラ・アマドーラで現役を退いた。その後、ユースチームや株クラブを引き実績を積み、2012から13、 シーズンには一部リーグ初挑戦で FC パススレフェレーラを3位に導き、評価を高めた。2013年6月9日、FC ポルトの監督に2年契約で就任することが発表された。しかしチームの成績は振るわず、2014年3月5日に不審の責任を取って辞任した。2016年5月31日、 ミルチアルチェスクが退任した FC シャフタールドネツクの監督に就任し、初めて国外で指揮を取ることになった。3シーズン連続でリーグ戦と国内カップ戦の2冠を達成した。2019年6月10日、AS ローマの監督に就任。2021年4月29日の UEFA ヨーロッパリーグ準決勝のマンチェスターユナイテッド。 FC 戦のファーストレグで2から6で大敗し、リーグ戦でも不安定な戦いが続いたことで、5月4日に2020から21シーズン終了後に退任することが発表された。ありがとうございます。